今日ね、アホヤン&ヤングアブラザー、略してアホヤンっていうね、ブランド、僕たちのブランドなんですけど、それから撮影ということで、はい、はい、いろいろ自分たちのね、オリジナル商品を着たり、持ったりして、撮影していきたいと思いますので、その様子、裏側をお届けしたいと思います。第1弾の方もね、以前載っけたんで、そちらもね、ぜひ見ていただければと思います。俺、レザー行っちゃおうかな。かっこいい。ちょっと着てね、準備していきまーす。素人 YouTuber じゃあまず僕からメイク入っていきたいと思います。ちょっと顔めちゃめちゃむくんでるんで、昨日ライブだったんですよ、僕とシュート。なんで3時間ぐらいしか寝れてなくて、家系ラーメン食べちゃったんで、めちゃめちゃ顔むくんでる。じゃあお願いします。メイク、ナチュラルメイクで一旦顔面は終わって、ただいま次ヘアです。ヘアはちょっと僕短髪なんで無造作な感じで艶っぽくいきます。はい。はい、できたね。はい、髪セット終わりました。ちょっとこれパンクな感じでね、これいいっしょ。こんぐらい無造作な感じがいいんですよ。でもこれちょっとね、適当に見えるっしょ。これ全然適当じゃない、これもうセンスなんですよ。これやってもらいました。パンクが好きな方なんで、ありがとうございます。最近はこんぐらい無造作な部屋にハマっております。皆さんね、なんかまあみんなマッシュとか韓国系の髪型とかね、ああいう可愛い髪型も僕久々にやってみたいなと思いますけど、なんかこっちのが崩れてもなんていうんですかね、様になるというか。俺でもな、短い方がなんかなんつうんだ、雰囲気っていうか、こう顔がパーンって見える気がするんだけどな。でも女性の方にはね、絶対伸ばしてほしいって10割当たり言われますけど、僕はめげずに短髪を貫いております。まあいつか気が向いたら伸ばしましょうかね。はい。あ、これ最近買いました。ちなみに買い物でプラダ、最近プラダにハマっております。この間プラダのダウンも買って、今度はちょっと僕の個人チャンネルで紹介したいなって思うんですけど、はい。もう冬ですね。もうね、冬服買わないとね。ってことでちょっと衣装に着替えていこうかな。じゃあ次はシュートがメイク入ります。はい、続いてシュートのね、メイク入ります。で、まず衣装選び、いや、迷彩にタンクトップってもう強そうだけどな。めちゃめちゃ超助けてくれそう。兄の衣装はスティールとしくんはね、これです。レザーのね、めっちゃ合いそうじゃん。そう、ベスト。これノースリーでも着ちゃおうかなって。いいね、うん、私はしくんはね、これだからシュートか。おお、こちらね、いいね、スケスケのね、セクシーな感じで、うん、お願いします。本当にこれでいい？他も見る？いや、でももう全然これ一発やってる。なんでそんな自信ないですか？これでいいとか言って、いやいやいや、これでいいって選んでね、みんなで選んで自信満々に出したのに、いざシュートが揃えてると不安になっちゃって。いや、いいじゃないですか、めっちゃ素敵ですけど、うん、ASMR、 え、 ASMR って言ってます。ASMR、 はい。シュートがメイクの間、スタイリストさんが集めてる衣装、僕買うの気になっちゃうんでめっちゃ見ちゃうんですけど、一個気になるのってこれどうやって着るんと思って、スタイリストの方にどうやって着るんですかって言ったら、自分で探ってみてって言われたんで、ちょっと模索してみます。正解わかんない。もうこれがフードになってる。え？あ、わかった。かけるんだ。もう着ねえんだ、これ。こういうことや。こういうことですね。かっけえ、これ。確かに。ドフラミンゴ。ライブとかだったら、かっこいいっす。え？ビッグバンだよね。夜が来た、夜が来た、
目覚ましな We go for the light これ可愛いんだけど何これ、レディースですか。これね、両方いけるやつなんで、普段なんか超ロングシャツみたいな、これこういう形最近見ますよね、絞ってなんか、うん、これ着てみていいですか。じゃあかわいい、似合うくね。かわいい、本当だ。うわ、俺こういうの好きだな、このヒラヒラ。ほら似合う、こういうストールとかさ、うわ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 、かっこよくないこれ。どう、もう携帯 2TB にしたからもう満失敗でいけるから。2TB 容量気にしなくて、もうパソコンっすよね、今 2TB ってすごいね、やばいっすよね。僕の MacBook も 2TB なんで、もうパソコンと一緒っすね。すごいな、そんな携帯があるの。あるんですよ。おすすめ、おすすめはね、これとかも可愛いよね。お、可愛い、ね、そうだね。まあ、うん、私黄色いシャツ可愛いね。はい、じゃあモニーからなんとなく、はい、じゃあ僕ちょっと撮影始まるんで、僕着替えていっちゃいます。じゃあまず俺のステーリングお願いします。もう脱いちゃうからタンクトップ、どうせなら。お、そうしよう、裸で行っちゃおう。行っちゃうか。うぇーい、なんでもじゃん。主役からでいけいけだぜ。今年も終わりですけど、あと2ヶ月しか持たない。ネックレスとか行こうよ。で、アクセ行きましょうね。こういうの行っちゃう。うわー、行きたい。超かかっこいい。あ、いいね、行こうよ。これどこのですか、超か。これね、66。あ、66ですか。うん、やっぱいいよね。うん、この間行きました、めっちゃ買いました、66で。これ売ってんだ、いいな。それぐらいにしとく。そうっす ね、こんぐらいかっこいい。パンツも買える。あ、パンツも買おっか。オッケー、そう。じゃあズボン脱ぎまーす。映んないことをいいことに。あ、ほんとだ、ここで脱いじゃおっかな。そうだね、これのズボンね。何それ。撮ってます。見えてない。見えてないです、見えてないです。パンツも結構どう思うんですか、パンツ。これね、ヨシオクボって。あ、ヨシオクボ分かりますよ。あ、知ってる。はい、パンツ持ってます。あ、本当、うん、いいよ、いいんじゃない。はい、全身で見るとこんな感じです。めちゃめちゃかっこいいんだけど、やば、いいね、かっこよくない？イケイケよ。うぇーい、イケイケだぜ。うぇーい、俺行ってきます。お会いしまーす。じゃあ、お会いしまーす。じゃあ、まず構成の撮影会です。白を持たないか、これ。外国人やん、かっこよすぎやん。おいおい、もっと近づける。食べちゃう。おー、いいね。喋りかけて。さあ、耳ほじっちゃう、そのまま。耳ほじっちゃう。あ、いいね、いいね、いいね。香水に入
話しかけてみよう。何時に起きたのやばい。あ、左手なってみる。そうでしょ、ね、あ、クロスね、クロス、クロスの法則、ね、あ、クロスの法則出てるわ。あ、いいね、いいよ。個性話しかけてみる。さささささ裏切るのか、お前。ダイバクサリ。ということで、最後挨拶する。大丈夫ですか？挨拶しておきますか、せっかくなんで。モーリーです。モーリーと。ペプシーパイシー。